皆さんこんにちは。練馬ホットラインの時間です。キャスターの渋谷遥です。今回ご紹介する話題は、不審者を想定した通学路での駆け込み訓練、乳がんのお話、出張講座、区長の今月のおすすめの3本です。最初にご紹介するのは、9月13日に豊玉東小学校周辺で行われた不審者を想定した通学路での駆け込み訓練の様子です。近年、通学路などでの事件が増えていて、昨年は都内でも児童生徒が巻き込まれる連れ去り事件や傷害事件が発生しています。練馬区では子どもの緊急時の避難場所をひまわり110番として登録し、ひまわりのイラストのステッカーを掲示して、いざという時に子どもたちが駆け込めるようにしています。今回の訓練には豊玉東小学校の児童29人と PTA 地域の町会などが参加しました。はじめに練馬警察署の担当者から不審者に遭遇した時の対応を学んだ児童は、通学路ごとに5つのグループに分かれて訓練を開始しました。訓練では不審者役につきまとわれた児童がひまわり110番に登録している民家やコンビニに防犯ブザーを鳴らしながら駆け込みました。また駆け込み先の協力者も子どもの保護の仕方や110番通報の手順などを確認しました。こんにちは。こんにちは。あ、この前さ、一回あったの覚えてるかな。お母さんのお友達なんだけど、覚えてる？覚えてない？なんかね、お母さんちょっと用事があって今お家にいないんだって。だから、公園でね、おばちゃんと一緒に遊んどいてってお願いされたんだけど、一緒に行こうか。少し怖かった。なんかいきなり来たところ、不思議な体験ができた。いつもできない体験ができた。災難に遭わないのが一番ですけども、しかし、万が一の時に、今日、駆け込むということ、また、駆け込んだ時にどんな対応があるか、そのことを思い出してもらって活かしてもらえればと思います。また他にも、家族や他の友達に、今日のことを広げてもらえればと思います。次の話題は、9月13日に練馬中学校で行われた乳がんのお話、出張講座について。どうぞご覧ください。乳がんは早期発見、早期治療で9割以上の方が治ると言われています。しかし、練馬区の乳がん検診の受診率は平成24年度で 19.4% と、5人に1人しか受診していない状況です。こうしたことから、乳がん検診の受診を促すことを目的に、乳がんのお話、出張講座が練馬中学校で行われました。この講座は乳がんの体験者の会、あけぼの練馬と区が主催したもので、乳がんにかかりやすい30歳から40歳代が多く集まる小中学校 PTA を対象に行っています。講座では区内の専門医が乳がん検診から治療までを解説した DVD を鑑賞した後、区のがん検診の申し込み方法の説明、そして乳がんにかかった方の体験が語られました。また乳がん触診モデルを使った自己触診が行われ、参加者による触診体験も行われました。今日来て話を聞いて、全然自分が思っているものと違うことが分かったので、とても出席してよかったと思います。もう毎日 のセルフチェックっていうのを全然やってなかったんで、やっぱこれを機にやってみようかなと思っています。
この事業を通して本当になる年代の方々に、なりやすい年代の方々に、乳がんは誰でもなる可能性があるっていうことと、あとは、自分でまず検診を受けて早期に見つけるってことが大事だってことがご理解いただければと思います。はい、一番やっぱり検診を受けていただきたい世代っていうのが、30代40代、比較的若い方の世代の方なんですね。で、検診は40からっていうことになってますけれども、やっぱりそういう方が集まるとこはどこかなって考えた時に PTA っていうのがあって、自分自身も経験したことだったので、そこの世代の方にたくさん話を聞いていただいて検診を受けていただけたらなというふうに思いました。練馬区では今回ご紹介した乳がんのお話出張講座を練馬区立小中学校の PTA などの集まりで行っています。開催をご希望の方は北保健相談所までお問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。続いては区長の今月のおすすめコーナーです。毎月前半号で前川区長が練馬区のおすすめを紹介しています。それでは前川区長、今月のおすすめを教えてください。皆さんこんにちは、練馬区長の前川明夫です。今回はこの秋同時に開催する練馬祭りと練馬アニメカーニバルをご紹介します。まずは練馬祭りです。今年の練馬祭りはメイン会場を豊島園に移しました。練馬区は福島県花輪町、長野県上田市などと防災協定を結んでいます。これらの市や町をはじめ、日本全国の特産品や区内地場産野菜などを販売する100以上の模擬店が並びます。3カ所に設置したステージでは和太鼓やダンスなどが披露されます。木工教室や楽器の演奏体験といった子どもたちも楽しめる体験型の出展も多くあります。豊島園の知名度やアトラクションを活用して、これまで以上に子どもからお年寄りまで幅広く楽しめる催しにしてまいります。続いて練馬アニメカーニバルをご紹介します。会場は練馬文化センター、平成辻公園、区民産業プラザです。アニメカーニバルも練馬祭りと同時期に開催します。日本のアニメ発祥の町練馬区において、アニメをより楽しく身近に感じていただくために開催しています。見どころは練馬区で活躍された漫画家石ノ森章太郎先生の代表作サイボーグ009の誕生50周年記念ステージ、また練馬区内が舞台のテレビアニメ4月は君の嘘の声優トークセッションです。ご家族で楽しめるイベントとしてアニメの制作体験なども用意しています。練馬祭りは10月19日、練馬アニメカーニバルは10月18、19日の両日を行います。ぜひ秋の休日を練馬で楽しんでください。今回の練馬ホットライン、いかがでしたか？練馬区からのさまざまなお知らせや情報は、毎月1日、11日、21日発行の練馬区報や区ホームページにも詳しく掲載されます。また練馬ホットラインは区ホームページや動画共有サイト YouTube の練馬区公式チャンネルからもご覧いただけます。それではまた練馬ホットラインでお会いしましょう。練馬っていいね。